どうも、アジです。この度、新しい試みに、挑戦しようと思い、新しいチャンネルをぶち上げました。ぶち立ち上げました。まあ、この動画をね、初めて見てくれている方っていうのはまあほぼいないと思うんですけども、やすあじ TV というチャンネルで、やす、あじという2人のコンビで、メインチャンネルをやっております。で、そっちのやすあじ TV というチャンネルでは、もちろん競馬のジャンルを、配信してるんですけども、主に予想ではなく、IQ の高い買い方や、めちゃくちゃうまいプロの、馬券師さんの、視聴者さんのね、買い方を解説したりだとか、予想という、一つのカテゴリーを超えた動画っていうのを配信してきました。しかし、馬券購入者の7、8割が買い方にはあまり興味がない。何が欲しいのかというと、次。何が来るんですか？なんですね。つまり釣りを教える人よりも魚を入ってあげてくれる人が手っ取り早いということなんですね。でも安味のチャンネルのコンセプト的に予想というのは重要視しなくて結構ですよって、結局買い方ですよってさっき言いましたよね。で、そういう動画をまあ配信してたおかげで、馬券に対するね、競馬に対するその向上心の高い方がね、すごいたくさん集まってくれました。しかし、それでもまだ、ほとんどの人はお魚が欲しい。まあ、競馬初心者の方とか、いろんな人の話を聞いてきて、そういうことが分かりました。じゃあ、アジが魚あげるよって。アジだけに。もうしっかり焼き上がったお魚、アジ、あげますよって。っていうコンセプトのガチ予想チャンネルとして立ち上げました。で、予想は予想なんだけど、このチャンネルの最大の目的としては、今の応援してくれてる安味視聴者さんの中にも、過去には予想丸乗りだったとか、予想サイトに騙されたとか、安味を見るまではもう予想が全てで、馬券に関してはおろそかだったとか、引き寄せの方法がね、分かっちゃってから変わりましたとか、昔と変わって競馬がめちゃくちゃ楽しくなりましたっていう方がたくさんいらっしゃいます。なので、安味だけでは届かない、そういう人たちの層へ、まずは安味の存在、安味軍団の、安味視聴者さんたちの存在っていうのを世の中に拡大させるのが目的で、予想というカテゴリーを解禁しようと思います。はい、このコンセプトを理解していただけたら、まあ、僕のことをね、知ってくださってる視聴者さんもアジのガチ予想チャンネル、これも楽しんでもらえるかなと思います。もちろん安アジではできなかったこととか面白いことも考えてきます。なのでこの動画を今見てくれた皆さん、僕のことを知ってるよっていう方はね、強制的にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。この先さ、みんなが今、毎週毎日感じてる競馬のこの楽しさっていうのがどんな人たちに伝わっていくのかなって、すごい楽しみじゃないですか。最終目的っていうね、その目的の内容っていうのは、川島先生のね、考えてたそういう思い、安味軍団の皆さんにお願いしたいなって思ってくれてた思い、これが結果的に形になることだと思ってます、ゴールが。で、今もしこの動画をね、万が一初めて見てくれてるっていう方がいたら、今競馬が正直つまらない時があるって、そういうふうに思うのであれば、必ず競馬やっててよかったわって思えるように、そういう環境にするように変えます。必ず変えていきます。ワクワクしててください。まあ、今回個人チャンネルを立ち上げるという話でね、やすくんとちょっと相談して結構話を詰めていきました。みんなみたいな安味軍団が増えるっていうことは競馬が変わるんで、最終目的はそれなんで、そのために安味に力を貸していただけたらなと思います。いつも力を借りておりますが、安味を通じてつながった仲間とか、競馬ってこんな楽しかったんだなっていう気持ちとかね、今の環境とか恩返しできてるはずなんで、そういう人たちを増やしていけたらなって思ってます。で、そのためには予想というカテゴリーを使って、そういう人たちのところまで届くように、このチャンネルを使って安味軍団っていうのを拡大させていこうと思います。ワクワクしませんか？すごい向上心の高い仲間が増えたら。そのためには、まあ、まず予想っていうのが僕は手っ取り早いと思ったんで、やすくんとちょっと相談して、こういう話になりました。なのでアジのガチ予想っていうことで、もしかしたらね、アジのガチ予想大丈夫って思ってる方いるかもしれないですけど、結構当たります。知ってくれてる方いると思いますけど、結構当たりますし、僕が切ったのであればそこが来る可能性もあります。僕がここ1頭だけ戸崎切りますって言ったところだけの戸崎が来るとかね、そういうのも結構有益かなと思うんで、はい、そのもまあ笑いながらね、やっていきたいと思うんですけども、はい。で、まあ僕個人としてはね、何の心配もないんですけども、例えばこの人の予想を聞きたいなとかっていうことであれば、このチャンネルでね、予想とか解明をね、
出してくれるような強いみんながこの人すごく強いよねっていう視聴者さんをスカウトしながらもすごいガチ予想のチャンネルを作り上げれる自信はあるので、皆さんがいるだけで僕は自信があるんでこのチャンネルを立ち上げてるんですよ。アジのちょっと予想では心もとないとね、うん、思ってる方がいたら、僕の予想力を上げるというよりも強力なメンバーから予想を引っ張ってこようと思ってます。だからチャンネル登録はしといた方がいいですよ。これからどんな予想どんな回目が生まれるか分かりませんよ。安アジ軍団めちゃくちゃすごい方いっぱいいますからね。僕はそこから抜粋して引っ張ってこようと予想を書いとろうかなと思ってますけども、僕は全く分からんのならね、なのでそういう動きもねぜひ楽しみにしてほしいなと思います。なので、あとね、チャンネル名なんですけども、考えました。アジチャンネルとか、まあ、アジ TV とか考えたんですけど、画数が、まあ、悪かったんですよね。なので、アジフライにしました。はい。で、このアジフライも、あんまり画数良くなかったんですよね。なんで、アジフライに777って付けました。そしたら、大吉になっちゃったと。あ、これだっつって。見つかっちゃいました。なので、このチャンネルは、アジフライ777。拡散してください。アジがアジフライ始めたぞつって。で、まあ、意味としてはね、意味もちゃんとあるんですよ。アジっていうのはまあ、アジのことね。フライっていうのは、英語で言ったらまあ、フライ。飛ぶ。アジの予想が飛ぶっていう意味じゃないですよ。フライっていうのは、競馬を苦しんでる人から、競馬を楽しめるように、安アジ軍団の方たちみたいに、するために、そういう人たちのところに飛んでいって、見つけてくるっていう意味のフライ。アジの予想が飛ぶとか考えておいてくださいよ。で、画数が悪かったんで、777ですね。これは、だから、アジが、そういう競馬で苦しんでる人のとこに、飛んでいって、777っていうお魚をプレゼントするよ。あげるよ。うん。だから、こっちおいでっていう意味の、アジフライ777。これ完璧じゃないでしょうか？大吉ですよ。これを上回る名前ないと思うんですけども、アジフライ。まあ、37でもいいし、777でもいいんですけど、基本はアジフライでいいですよ。安アジみたいに。安アジ TV だけど、安アジでいいです。ね、このアジフライも、アジフライでいいんですよ。アジフライをぜひ皆さんこれから大拡散していただけると思います。ヤス君もよろしくお願いしますよ。で、最後は、ヤスとアジが控えてるホームで、安アジ軍団のみんなが待ってるホームで、今まで競馬ってつまんなかったなっていう人たちに楽しさっていうのを変えていければ、みんなみたいな人をどんどん増やしていければ、これ競馬界ひっくり返るなと思って、このチャンネルを考えました。はい。というわけでね、まあ第一本目なんですけども、まあ自己紹介とこのチャンネルの意図というか目的というか、僕のことをね、知ってくれている方に、ちょっとお伝えしたくて、今日は動画を上げさせていただきました。まあ天皇賞秋なんで、早速、天皇賞秋の予想をガチガチに予想していきます。なので、皆さん、天皇賞秋の予想に関して言いたいことがあるんだったら、コメントください。よろしくお願いします。で、最終的に僕が最終結論出しますんで、はい、よろしくお願いします。アジフライ、ね、777、安アジ軍団をもっと増やすために、苦しんでる人を一人でも帰れるようにみんなの力で、予想という、ね、予想大好きじゃないですか。予想というカテゴリーを使って飛び込んでいこうかなと思ってます。なので、拡散よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。またねー。ワドさんいるな。